タオ、大田貫広丸です。今回の企画はですね、こちら。リアルで宝塚記念と有馬記念を飼っている馬娘にトレーニング教えてもらうと、実際にグランプリ両方勝てる説っていうのをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。で、上が、ゴールドシップマンハッタンカフェマーベラスさんで、これは全員史実リアルで宝塚記念勝ってます。で、下、オグリキャップと、北サンバラック、一応フレンドに、東海亭を借りる予定なんですけども、下、3人は実際にリアルで有馬記念制覇しています。この、宝塚有馬記念を実際に飼っている馬娘の縛りデッキっていうのを使ってやっていきたいと思います。ほんで、育成する馬娘なんですけど、いろいろ考えたんですが、ナイスネイチャーにしたいと思います。まあ、このナイスネイチャーなぜ選んでるかっていうと、まあ、ブロンズコレクターで一応史実、リアルでは有名なんですけども、宝塚有馬で悔しい思いをしてるんで、この、せめてもこのゲームの中で、このナイスネイチャー、宝塚有馬記念を果たしていこうと思います。ほな、早速いきましょう。まあ、スピードに、スタミナに、賢さ1、パワー1なんで、思ったよりバランスがいいデッキになったんですけど、まあ、宝塚有馬、飼っている競走馬たくさんいるんですけども、自分がその中で育っているやつを優先的に今回選びました。で、スピード全然踏めてないんで、いやー、ナイスね。じゃあバッドイベント多すぎるな、ちょっと。注目の2番人。お、最初のターンからゴールドシップ。ナイスネイチャーは今回、差しで育成しようとしてるんで、内弁慶長距離やな。ナイス。さあ、ここでもまだヒントが発生してる。え、全然人がない。いたぞ。ゴミ。グランプリ練習。グランプリ練習達成した。こんだけここで重なると思わなかったな。最後加算としてたけど、いや、これは貴重な目が見れた。宝塚有馬だったね。ゴミ。どっちが止めてくれるの。危機回避。さあ、宝塚来ました、シニア。能力的には回復スキル2つ、そして登山家集中力地固め、スピード B でパワー C プラ、スタミナも一応 C ある。頑張ってくれ。いや、乗り越えよう、ネイチャー。今日に託されたファンの夢。さあ、行ってくれ。スタート。カッテン7つ目。いや、ゴールドシップ一緒に走ってる。いや、ゴールシの宝塚めちゃくちゃ強いんよ。いや、頑張れ姉ちゃん、ここ勝ってほしい。勝ってくれ。悪くない位置にはいる。外目、こっから持ってこられるか。パワー C プラなんで、でもスピードがちょっと高めにいけてるんで、こっからギュインってきてほしいな。あ、来るか。くそ。いや、頑張れネイチャー。こっから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 頑張ってくれ。捕らえろ捕らえろ。捕らえた捕らえた。姉ちゃん、宝塚、よーし。あと有馬だけや。クラシックの金は返したぞ。オッケー、ナイスラン、ありがとう。マックイに勝ったやん。ナイスナイス。さあ、ラスト。URA よりも目標である有馬来ました。ここ絶対勝ってほしい。いや、だいぶきついっす今回、ほんまに。
育成してるんですけど、もうちょっといろいろ不運が起こりすぎてほんまにきついんですけど、なんとか、スタミナ C プラ、そしてスピード B プラと、まあ、まんべんなくは上げれてるんですけど、最後アリマを買ってください。お願いします。おう、いやー信じてるぞ姉ちゃん、頼む、いけるぞ。スタートです。各ウマ娘、綺麗なこれも最後なんで、みんな集中してましたね。ここはレースが期待できそうです。期待通りのゆっくり見たいと思います。いいレース展開、いいレース展開。3番早くも先頭に踊り出た。先頭から大きく離されて2番手は4番、まもなく第4コーナーカーブ。長丁場のこのレースですが、これ逃げとか先行だったらこのモグにブロックされる可能性ありましたね。4番外から外から東海帝王、そしてその内を回って4点長官帝王おるなー。グルーブも強いんですよね。でもあの帝王が多分一番強いと思います。帝王スーパークリックぐらい、ゴルシがその後ろで強いんですけど、登山家、これはほんまにゴルシからくれた貴重なスキル。ゴルシも一緒に走っとるけど、なぜかめちゃくちゃいいところいるよ。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが、いいところにつけてる、つけてる、ちょっと下げた。順位を振り返っていきます。先頭は依然3番、大丈夫続きました。4点上段メジロマックイーン、なんで下げたんだ。並びかけてきた。そしてそのうち4番下がつけるけど何も発動しないな。それを見るようにスーパークリーク一馬審査、大丈夫かなこれ。一馬審離れてナイスネイチャー、そのうち並んで5番、いやでもこれゴルシが強いぞこれ。9番さらにメジロングスパートかけてきてるゴルシは。先頭から進撃までおよそ10馬審。先頭は相変わらず3番、続いて4点上段残り10メートルを通過。3番手この軍団抜き去ってくれたんですね。じゃあ4番追走、外から行こう。エアグルーブ、そして内目をつきましてはゴールドシップ、少し後ろからスーパークリーク、ナイスネイチャー、この位置につけています。いけてる、5番続いている。それを見るように1番とっとず上がっていこう。メジロライアン一馬身離れて上がっていってる。その外並んで帝王の横に並んで8番第4コーナーかわせ勝負どころ、最後の直線に、そしてこういう行け。よし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 、気持ちいい気持ちいい。こっからロングスパート、ダンジ発動して、いける、みんなの夢乗せてグランプリになれ。よっしゃ、同年連覇、よかった。これ実はなんかこのデッキね、レベルだけ高くてなんか全然噛み合わなくて、何ていくかめなんですよこれ。なぜかこの企画を取ろうとした時にもうナイスネイチャー、今回もそうだったんですけど、まあ、僕の運が悪いだけなんですけど、バッドイベントが来すぎて、いや心折れかけとったんですけど、なんとか勝ってくれた同年連覇、いやよかった、ありがとうナイスネイチャー、ネイチャー。今回総評というところで言うと、いややっぱり、まあ、当たり前ですけど、まあ、距離とか客室に合わせてやっぱデッキ編成じゃないとなかなかほんまに強い馬娘の育成を目指すんだったら、まあ、そうしないとダメやなと思ったんですが、まあ、それだけじゃなくて、まあ、馬娘はリアルの競馬と絡めてこの作品っていうのは出来上がっていると思うんで、その自分なりにミッションを決めてリアルの競馬と絡めたりして、いろんな育成の楽しみ方があるっていうのを、まあ、ちょっとでもほんまにちょっとでもお伝えできればなと思います。ほな今回の動画はこれぐらいで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。この動画いいなと思ったらぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。ほなアリーベデルチ、最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。ぜひチャンネル登録とコメント、それとベルマークみたいな通知をオンにしてくれたら嬉しいです。ほな次の動画でお会いしましょう。アリーベデルチ。